皆さんこんにちは。阪神タイガースの梅野隆太郎捕手は2017年に結婚しました。奥様はどのような女性なのでしょうか。今回は梅野隆太郎捕手の結婚生活や私生活について見ていきましょう。阪神タイガースで3年連続ゴールデングラブ賞に選出されるなど捕手として大活躍しているのが梅野隆太郎捕手です。東京オリンピック2020では野球日本代表チームの捕手にも選ばれて金メダルを獲得する活躍ぶりを見せてくれました。捕手としては投手が投げたボールを後ろにそらさないブロッキングが上手なことから梅ちゃんウォールと呼ばれたり、2019年には捕殺数日本歴代1位を記録した強肩から梅ちゃんバズーカと呼ばれたりすることもあります。阪神タイガースだけでなく日本代表の侍ジャパンにも今やなくてはならない捕手の一人となりました。まずは梅野隆太郎捕手のプロフィールを見ておきましょう。梅野隆太郎捕手は1991年6月17日生まれ、福岡県那珂川市の出身です。身長 173cm、 体重 78kg、 右投げ右打ちの選手でポジションは捕手です。小学2年生で少年野球チーム片縄ビクトリーに入団しました。中学生の時は那珂川シャークスに所属しています。福岡工大城東高校へ特待生で入学し、1年生からベンチ入りを果たし、高校では通算24本塁打という成績を残しています。福岡大学では1年生から指名打者としてリーグ戦に出場しました。2013年秋のドラフト会議で阪神タイガースから4位指名され入団しました。2021年東京オリンピック2020野球日本代表に選出されて金メダル獲得しています。そんな梅野隆太郎捕手は結婚しています。ここからは梅野隆太郎捕手の結婚について詳しく見ていきましょう。梅野隆太郎捕手は2017年3月に結婚を発表しています。2017年3月20日翌21日に婚姻届を提出する予定だということをマスコミが一斉に報じました。野球では守備のようである捕手として活躍している梅野隆太郎捕手は結婚を発表当時、家庭も守ると書いた色紙を手に持った写真を公開しています。梅野隆太郎捕手が結婚した奥様とはどのような馴れ初めだったのでしょうか。梅野隆太郎捕手が後に結婚することになる奥様と知り合ったのは福岡大学の大学生だった時でした。2012年の大学3年生の夏に知人の紹介で出会ったそうです。大人な雰囲気の女性に梅野隆太郎捕手は好感を抱いて、その年の秋には交際を始めたとのことです。それからあれよと目まぐるしく梅野隆太郎捕手の置かれる立場に変化が起きていきました。大学卒業後にプロ入りがあり、5年の交際を実らせて結婚に至りました。奥様はどんな人なのでしょうか。梅野隆太郎捕手の奥様は梅野隆太郎捕手よりも2歳年上です。大学3年生といえば浪人しなければ21歳になる年なので、21歳の時に23歳の女性と交際を始めたことになります。2017年に結婚した時には梅野隆太郎捕手は25歳、結婚した奥様は27歳になっていました。出会った時には奥様はすでに福岡県で美容師として働いており、社会人としての大人な雰囲気に梅野隆太郎捕手は惹かれたようです。結婚前は美容師として活躍していた奥様でしたが、プロ野球選手として活躍する梅野隆太郎捕手を生活面で支えるために自分の美容師としてのキャリアは諦めたといいます。スポーツ選手を食事面で支えるための知識を得られるアスリートフードマイスターを結婚前に取得して、2016年の春から兵庫県の芦屋で同棲していたとのことです。梅野隆太郎捕手の奥様や結婚式の様子の画像はないのでしょうか。梅野隆太郎捕手が結婚した奥様は一般人ということで顔の画像は公開されていません。また結婚式の様子の画像も今回紹介できるものは見つかりませんでした。野球選手が結婚するのは秋から年始にかけてが一般的です。通常は日本シリーズ後の秋季キャンプが終わってから年明けの自主トレが始まるまでのオフの期間に入籍や結婚式を行うのが一般的な野球選手の結婚です。しかし梅野隆太郎捕手は2017年3月21日に婚姻届を提出して結婚しました。3月21日の頃のプロ野球というとシーズン前のオープン戦の真っ只中です。本格的なシーズンが始まる前のプロ野球選手としては最後の調整のための大切な期間です。オープン戦の最中に梅野隆太郎捕手が結婚したのには理由があります。それは梅野隆太郎捕手の母の誕生日が3月21日だったためです。梅野隆太郎捕手の母は梅野隆太郎捕手が小学4年生の時に卵巣がんで34歳の若さで亡くなっています。母は亡くなる前に父親に梅野隆太郎捕手をプロ野球選手にしてほしいと託したそうです。梅野隆太郎捕手は自分がプロ野球選手として活躍できるのも母親の思いがあったからだと感謝の気持ちを込めて母の誕生日を自分の結婚する日に決めたと話しています。梅野隆太郎捕手と結婚した奥様が生活している自宅はどこにあるのでしょうか。2016年春に同棲を始めた時には兵庫県芦屋市で生活を始めたとありました。その後結婚してから他の場所へ引っ越しているのでしょうか。梅野隆太郎捕手は結婚後も兵庫県芦屋市に自宅を構えていることが分かっています。同棲を始めた時の家と同じ家かどうかマンションか一戸建てなのか自宅の詳しい状況は分かりません。しかし芦屋市内に自宅があり奥様と結婚後も生活していることは確かです。梅野隆太郎捕手と奥様との間に子供はいるのでしょうか。結婚してから現在まで梅野夫妻に子供が生まれたという情報はありません。結婚したことを公表しているのですから子供が生まれたら真っ先に球団からマスコミに情報が公開されることでしょう。子供が生まれたという発表はないので2023年現在子供はいないようです。梅野隆太郎捕手は子供に声をかけられると笑顔で返事を返す姿も球場などで目撃されています。自分の子供はいなくても子供が好きなようです。子供が生まれたらいいお父さんになることは間違いないでしょう。梅野隆太郎捕手と奥様の他に実家の家族についても見ておきましょう。梅野隆太郎捕手の父の名前は梅野義孝さんです。もともと野球をしていて梅野隆太郎捕手が小学2年生で入団した少年野球チームのコーチをしていました。なかなかのイケメンのようです。内装業を営みながら梅野隆太郎捕手の母親が亡くなった後は再婚することもなく男手一つで子供たちを育て上げました。梅野隆太郎捕手の母の名前は梅野恵子さんです。梅野隆太郎捕手が小学4年生の時2001年に卵巣がんで他界しています。一度がんを患い一旦は治まったようですが34歳の時に再発してしまいました。再発した時には余命2ヶ月を宣告されてしまいその時に父親に梅野隆太郎捕手をプロ野球選手にしてほしいと伝えたそうです。梅野隆太郎捕手には2歳年下の弟がいます。弟の名前は梅野圭さんです。弟も父や兄にてイケメンだとのことです。世間では梅野隆太郎捕手には姉もいると噂されていますが兄弟は弟が1人だけです。姉はいません。姉がいると誤解された理由は梅野隆太郎捕手がテレビに出演した時に誤解されるような場面があったためです。他の選手の姉が話をしている間ワイプで映し出されているのが梅野隆太郎捕手でした。その時のスクショが SNS で拡散してしまいその女性が梅野隆太郎捕手の姉だと世間で勘違いされてしまったようです。梅野隆太郎捕手に姉はいません。梅野隆太郎捕手は2021年には国内 FA 権を取得しましたが行使せずに阪神タイガースに残留しています。捕手という過酷なポジションで手にした大切で価値ある権利だけに他球団の評価を聞きたい思いも胸に秘めながら熟考してきたと述べています。選手生命を阪神タイガースに捧げる覚悟なのかもしれません。ぜひ今後も縦じまのユニフォームで守備の用として活躍し続けてほしいものです。さて4打席0安打に終わった2023年4月23日の試合後に一部のファンから心ないコメントがネット上には見られました。全員まとめて訴えられろといった怒りの声が相次いでいます。同線の梅野隆太郎捕手は2回表1死1塁の第1打席は右飛べ、5回表1死の第2打席は中飛、7回2死2、3塁の第3打席は空振り三振と快音を残せずでした。さらに9回表 1-4-1-2 塁で回ってきた第4打席では併殺を喫し、この日最後の打者になってしまったのです。9回表の打席は一打同点、逆転の大チャンスだったとあり、併殺打にがっくり肩を落とすファンも少なくなかったといいます。ところがその中の一部はイライラが収まらなかったのか、試合後に梅野隆太郎捕手の公式インスタグラムの最新投稿のコメント欄に「このクソ野郎、役立たずのゴミプレーヤー、もう野球やめてもいい」といった心ないコメントを書き込んだ人物がいるようです。そして梅野隆太郎捕手への誹謗中傷に対し、ネット上には梅野のインスタに攻撃してるやついてドン引き、頑張っている選手に対してこんな仕打ちは絶対許せない、4タコは事実だがそれがゴミとかクソとか言っていい理由にはならないだろう、青柳のあれから1週間足らずで同じことやる神経が理解できん、マジで気分悪い、全員まとめて訴えられろといった怒りの声が相次ぎました。阪神タイガースはプロ8年目29歳の青柳晃洋さんが同月21日に自身のインスタグラムストーリーに投稿しました。負傷してシーズンを終えろ、死んでくれゴミ戦犯といったコメントが書かれたインスタ DM 画面のスクリーンショットを添え、メッセージを送るのは自由ですけど訴えられてからグダグダ言わないでくださいね、アカウント消しても意味ないのでと誹謗中傷に警鐘を鳴らしたばかりでした。これも梅野隆太郎捕手への誹謗中傷に対する批判が高まっている一要因のようです。いかがだったでしょうか。今回は梅野隆太郎捕手の結婚生活や私生活について見てきました。梅野隆太郎捕手は年俸について悔しいシーズンだったので納得しつつ、優勝したいとコメントしています。優勝を目指しているからこそ悔しいシーズンだったし、自分が入団して9年目のシーズンを終えましたけどそこに行き着いていない、悔しいシーズンを送る日々の方が多いので来季こそはという意気込みで臨んでいきたいと述べています。この思いも阪神タイガース残留の理由となっているようです。梅野隆太郎捕手が西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸1億6000万円でサインしました。今季が3年契約の2年目となります。2023年シーズン後半戦、梅野隆太郎選手はどのような活躍を見せるのか楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。